ニカイアのコックス、天文学者ね。預言者には信者がいなければならない。ニカイアのコッコスは最初の信者たちの一人だ。故郷の町で異端者の烙印を押されたコッコスは北の巡礼に加わった。星についての彼の知識は道を示すのに役立った。コッコスと預言者は星空の下に何時間も座り、宇宙の本質とその中で悩み苦しむ人間たちの境遇について議論していたと言われる。預言者のために彼は太陽系の模型を作った。模型のおかげで冬の闇の時期でさえ彼は夜空を見上げることができたのだろう。私にできることはないわね。それはシベリアに初めて降り立った日に起こった。アフガニスタンで過ごした2年、インドネシアでの1年、その時には起こらなかったことがこの氷上の地でついに起こった。銃声、殺したのは俺。何かを懇願するガキの目から正気が失われるのを見ていた。ロシア人じゃない、人種なんて知るか。隣にいてただ見ていた。直前までそこにあった命が消えて、ただの肉になった。雪の上に吐いたものがガキの血と混ざり合う。ガキはただの肉になり、俺はまだ生きている。コンスタンティン様からは特別な任務だと聞かされてきた。神の任務を遂行するのだと。その意味がようやく分かってきた。あった。コンスタンティンが収容所を出てこっちに向かってる。到着する前に何とかしないと。おい、あんなの見たことねえ。イカレ野郎が斧を持って武装した俺たちに向かってきやがった。あんなの聞こえたか。見てくる。了解。何か上に。Yeah.
まだまだ来そうね。公正の高い仕事を受けてしまったことは分かっている。お前が不満に思っていることも分かっている。だが断れなかった。ずっとトリニティ教団の仕事がしたかったんだ。彼らは独立していて金払いもいい。仕事だって豊富にある。で今ここにいるんだが、もう逃げ出したい気分だ。俺たちが今いるのは人里離れたソ連の廃棄施設だ。下っ端には正確な情報なんぞ与えられていないが、ヤバい連中が核兵器を手に入れる手伝いをするのかもしれない。そうでなくてもヤバいことに決まってる。正直なところそれが一番楽観的なシナリオだ。このメッセージが届いたらメールをくれ。安全なネットワークチャンネルを確保できた。こんな任務だからもっと高いセキュリティが求められるだろうに。逆に言えばそのために俺を雇ったのかもしれないな。うん、ソ連のプレートね。レーニンは生きている。今も、そして永遠に。
力私が死を恐れているとこの野蛮人をぶちのけ今すぐだ。ああ何で撃たれるの嫌な死に方だぞ。いいから話せ。お前は勝てるか嫌だったらこちらに質問を。赤軍が来る。私は何週間も追跡して何百もの人員が氷の上に鉄製の巨大建築物を作るのを見ていた。人員の多くは死んで凍った死体がツンドラに散らかっている。葬儀もなければ埋葬も火葬もしていない。この新たな侵略者どもは残虐で神をも恐れない奴らだ。あいつらは山にある貴金属を探しに来たのか、それともこれまでにここに来た奴らのように神秘の源に引き寄せられたのか。我々は再び戦争に備える必要がある。お前だけじゃない、家族も見逃した。ゆっくり死んでいく様を見てやろう。これで本当に最後のチャンス。すべて話せ。ここは任せていたはずだ。はい、ですが抵抗が激しく。お前は私の目だ。そのためにここに置いた。この作戦がどれだけ重要か分かっていたはずだぞ。ですが、いや、はい、理解できまい。ええ、お前のようなものにはな。楽にしろ、大丈夫だ。苦しみを恐れるな。我々の目標はすぐそこだ。だが決して油断するな。もしうまくいけば新たな世界が待っている。我々の作る世界だ。コンスタンティン、すぐに収容所に戻ってくれ。何かを知ってそうな捕虜が一人いる。忠実であれ。神秘の源の栄光に良くしたければな。誰か助けて。こいつはどうする。くそ、誰も手を出すな。また燃料漏れのようだ。一体何があった。もう50年も前だ。いたぞ。広がれ、注意しろ。女を見つけた。行くぞ。援護に回る。撃たれた。援護に来て。一対一だ。爆破に備えろ。
タンクを破壊する方法を見つけないと。他にもソ連のプロパガンダが、夜は我々にとって仕事の終わりを意味しない。コンスタンティンがいるわ。シリアで殺されかけた相手。あいつは凶悪で危険な男。しかも歪んだ信仰心にどっぷり浸かっているようね。どうも私には熱狂的な信者とぶつかる傾向があるみたい。まあそれもこれも領域の問題だと思う。不老不死の秘宝を追い求めようと思う人間なんて背景は大体同じだもの。無線で捕虜が情報を持っていると男が言っていたけど、前に出会った先住民の一人かしら。そうだとしたら何の情報だろう。トリニティは手段を選ぶほど甘くない。彼を見つけ出して聞き出さなくては。地元住民の信頼を勝ち取れば役に立つかもしれないわ。